はい、どうも皆さん、こんにちは。太鼓のジョブルーチャンネルの放送へようこそ。本日もですね、メガネを外したこのスタイルから、動画をね、回しておりますけれども、爽やかですね。メガネを取った状態から約3日間ぐらい経過したんですけれども、ちょっとずつね、鼻呼吸がしやすくなったような気がしますね。で、FX の方を黙々とやってた影響で、今週は約1万円以上はもう FX で売り上げを出しましたから、十分満足できる結果になったかなというふうにね、思いますね。はい。メキシコペソというのと円の銘柄を、買ってですね、で、ダウが下がってる時には買い注文を出したりとか、売ってる時、売り、あの緑色のゲージの時のその上がってる時には売り注文を出すとかね、そういう風にやってまいってました。で、写真注文というのは何て言うんでしょうね、その買い注文を出しているその時には、写真注文でいいんですけれども、もしですね、その上がってる時に買った売り注文の場合はですね、逆差し値注文じゃなければ、決済されないような、そんなことが、最近の研究で分かったので、今後はね、気をつけていきたいなというふうに思います。はい。で、それでも最初ミスしてもですね、僕はちゃんと1万円以上売り上げが確保できましたから、十分よくできたなというふうに思いますし、今後にも期待できるところですね。今日はね、株価が、日経平均株が下がった日ということで、ね、今後の売り上げにも期待できますし、非常にね、いい天候になってきてるなというふうに思いますね。で、いろいろ、やってたんですよ。他にも事業というのをね。例えば、カラオケだったら、そのカラオケのそのマイクを持つその手の向きをちょっと変えるだったり、例えばその遠くにこうやって話してこうやって持ってる、歌ってた場合はですね、ちゃんとこうやって口元にちゃんとしっかりこう近づけて歌うとか、いろいろできることあるので、また第3の目のレジリエンスツアーも回るつもりであります。ですから今後もね、よろしくお願いします。はい。で、カーブスっていうテナントがこのマンションの下にはあるので、普段からいわゆるその車線管理みたいな、そういうのではないんですから、その、僕が生理不順の時に結構ママ友というか、そういうのがですね、すごくこううるさく騒ぐんですね。で、それがきつかったんですけれども、今はですね、割とこうちゃんと石鹸で泡立て立ててですね、ちゃんとあそこをしっかりと刺激して、抜いたりとか回してる影響で、昔よりかもですね、整理が、うまくいくようになったんです。で、それはソープランドの、ああいうのを参考に自分自身のオナニーに反映したんですけれども、それで僕は最近はそれで決まった影響であんまりオナニーをしてないんですね。で、それで結構ね、カーブス のママさんどもはですね、落ち着いた影響で、日常時間もね、そこまで、なんて言うんでしょうか、うるさいと感じることがなくなったんですね。ですから、なんて言うんでしょうかね、いろいろ事業をやっていく中で、僕もやっぱり評価を向けても向けたなっていう印象はね、もちろんもともとあったんです。で、ヴェルディ鈴木という、このマンションも、だんだん、愛おしく、思えてくる、きたようなところがあって、
やっぱりでもなんだかんだ言って何がいけなかったのかっていうと、自分自身に問題があったっていうことであり、まあやっぱりまあ網の目のようにですね、まあそのタイル12345677とか重ねていくように、今までの僕というのは、まあ、やっぱりその借金地獄のように、まあ体の中にやっぱり何か変なものを溜めていて、まあ排泄に追われていた、まあ、そんな背景があったのかなと思っていて、まあ、やっぱりそういうところは、その昔僕がまあ障害者と言われた、まあそういう理由とやっぱ重なるところがまああるなというふうに思いますね。まあそういう人ってでも世の中意外と若者には多いと思うので、まあ別にそこまでね変なことじゃないと思いますけれども、まあ何度も言うように僕はその人間的に見てもですね、しっかりとしておかなければ、いくらやっぱりその仕事がどうのこうのと言ってもですね、やっぱ限界があるんだってことをですね、身に染みて感じましたね。まあそんなことですね。ではまたご視聴ありがとうございました。今回もね、いろいろ食べてみましたけれども、まあまあ中にはね、こういう下品な話は隠してる人も多いですから、あえて僕が言うこともないんですけども、まああえてまあ伝説ということで、そういうことにも触れていました。ではまた。